髪の毛の長さとかはどのぐらいが好きとかありますか？はい、そうですね、うん、ロングでずっといたのであんまり短いのがイメージできないんですけど、うんうん、短すぎると似合わないのかなっていう感じがして、うん、短すぎるのもめちゃくちゃ似合うと思うけど、そう、いや本当本当もうすごいことない本当に、うん、給湯師いやマジマジマジ、いやマジ、おそらくその辺歩いてたらモデル事務所にスカウトされちゃうから、ね、そういう方向じゃない方が良ければそうにしない方がこんにちは、こんにちは、どうも、はじめまして、ちかと申します、よろしくお願いします。背高いですね。あ、そうなんです。モデルさん？いや、全然大学生です。あ、大学生、何年生？大学2年生ですよ。あ、大学2年生、はい、身長何センチあるんですか、ちなみに？168あります。マジで？で、でその、あ、170超えてるね、そしたらね。170あります、ね、一応バランスいいっすねありがとう。なんかスポーツかなんかされてんの？いや全然全くやってなくて。本当に？そうなんですよ、今まで一回もやったことなくて、うんうんうん、なんか今日はね、検診をさせていただけるということで、はい、よろしくお願いいたします。ます、今、はい、現在のこの色は、はい、カラーをされてるんです。そうですね、カラーだけでブリーチは一回もしたことなくて。あ、本当に、はい、でもまあ元々あれだよね、色はここの、はい、根元の色です。そうですそうですそうです、ちなみにどんな感じに変身してみたいなと思っていうのはあるんですか？どんな感じ、なんかすごい地毛がもう髪質的にすごいまっすぐで巻きとかもすぐ取れちゃうんで、うん、この顔周りにボリュームが全然なくて、うん、それがちょっと悩みでもあるので、うん、ちょっと遊び心がある感じですけど、シャイ顔はやっぱこれだけのサイズ収まっちゃうね。いやいや、例えば彼女も実はパーマなんですよ、はいはい、でこういうふうにウェーブっぽい方がいいか、はい、もしくはあの例えばその毛先だけがふわふわするのがいいとか、まあ、全体的にその何だろうな、こうきちっと巻いたような感じじゃなくて、はい、例えばその癖毛っぽい、はい、ナチュラルな感じがいいとか何かありますか？はい、そのナチュラルな癖毛っぽい感じ、うん、なんか元からそんな感じだよ、ね、みたいな。今ちなみに、はい、まあ、今流行りというかこう薄めの前髪で下ろして、はい、雰囲気的にはなんか可愛らしさが、はい、8割あって、はい、でまあトレンドも含めてますよみたいな感じの、どっちかというと可愛らしいカテゴリーによってるんだけど、はい、やっぱ大人っぽい方がいいとかかっこいい方がいいとか、なんかそういうのは、そうですね、その外国よりのメイクとか、うんうん、そっちの雰囲気にちょっと挑戦してみたいなっていう。だよねうもう、うん、気持ちもあります、はい、ねえ、そっちの方がいいと思う。あ、本当ですか、うん、ちょっと頭触らせてもらっていい？はい、うん、ちっちゃちなみに、はい、髪の毛の長さとかはどのぐらいが好きとかあります？そうですね、うん、ロングでずっといたのであんまり短いのがイメージできないんですけど、うんうんうん、短すぎると似合わないのかなっていう感じがして、うん、短すぎるのもめちゃくちゃ似合うと思うけど、そう、いや本当本当、トリンドルさんがベリーショートにしてました。あ、知ってました。で彼女はどっちかっていうと同じカテゴリーだったの、はいはいはい、いわゆるそのみんなから見て可愛らしい可憐なイメージみたいな、そこからほらガラッと変わったでしょ、はい、それはなんでかっていうと似合うショートがあるんじゃなくて、はい、彼女に似合うようにショートにしてる。なので、あ、ごめんなさい、お名前聞くの忘れちゃった。シオンです。シオンちゃん、シオンちゃんの良さを引き出す、はい、シオンちゃんにの顔形とか雰囲気に合わせたショートに似合うようにするから、はい、あの似合うんですただ身長も高いし顔もちっちゃいし、はい、頭もちっちゃいでしょ。で短くするともう今でもモデル体型なんだけどさらに頭が小さくなるから、はい、もうすごいことになる、うん、本当に給湯師
や、マジマジマジ。いや、マジ全然。おそらく、その辺歩いてたら、モデル事務所に、いやいやいや、あの、スカウトされちゃうから、ね、そういう方向じゃない方が良ければ、そうにしない方がいい。そういう方向。いや、マジでマジで。うん、なので、まあでも、はい、パーマで遊ぶっていうこと、うんうん、いっぺんにそこまで、仮にやるとしてももったいないんで、はい、とりあえず今の長さから少し切って、はい、でパーマで遊んだスタイルをやりながら、はい、徐々に変化していくっていうのはどうでしょう。ぜひお願いしたいです。いいよね。なので、はい、いつ頃カットしますか。前回は前回も去年とかのこういうレベルレベルになっちゃって、本当にちょっと、全然切ってない。なるほど。じゃあ今回は、まあ、パーマもかけるし、今ちょっとなんとなく巻いて、巻いてもこの長さなので、多分ストレートにするともっと長いと思うね、はい。で、パーマをかけた状態で、例えば脇ぐらい、はい、この脇ぐらいの感じで、この辺も少し動きがあるような感じで、はい、前髪は今ストレートでストンと落とすでしょ。はい、この前髪も動きやってもいい。あ、はい、ぜひお願いして。わかりました。そしたら、はい、LA っぽい感じにしちゃおうかなと。お願いしたいです。はい。はい、いいですか。はい。わかりました。じゃあ、はい、そういう感じで、今日は行かせていただきます。お願いします。はい、お願いします。お願いします。はい、初パーマ。初パーマで、うん、でも、うん、地毛が、うん、本当に絡まりやすくて巻きが取れやすくて、うん、遠いんで。あ、そうね、なんかわかんないって。うん、うん。ずっとしてみたかったんですけど、うん、挑戦できなくて。うん。ちっちゃい頃からずっとまっすぐなんだ。そうなんです。おお。そうだね。細いからやっぱ絡みやすいんだもんね。うん、ハリウッド映画とか、はい、よくあの洋画と言われるものは見る？はい、見ますね。本当。結構人生系を見ます。人生の。あ、ヒューマンっぽい。そうですそうです。うん、誰か好きな女優さんとか言います？好きな女優さん、うん、ボビー・ブラウン。ボビー・ブラウン？はい。え、マジで？はい。だって、あれ？女優じゃないよね。女優じゃないんですか？ボビー・ブラウン？ボビー・ブラウンじゃなかったっけ？あ、ごめん。ボビー、俺が思ってるボビー・ブラウンと違う人だ。女の人だよね。女の人です。僕らが、僕が思ってるボビー・ブラウンって、はい、あの、黒人のミュージシャン。はい、あ、全然違う。違うね。じゃあ好きなそのアーティストとか歌手とか。アーティストは星野源がすごい好きで。本当に？そう。じゃああの踊りとか踊ってたけやかって。そうそう、小学生の時。だよね。もう10年ぐらいずっと好きで星野源。あ、そうなんだ。カラーは頻繁にやってる？は月1ヶ月半に1回。1回ぐらい。うん。ブリーチしてないんだよね。ないです。うん、何カラーなんだろう。イルミナ？いや、何なんですかね。ここまで明るくなるって何？一回出てみる。いや、ずっとカラーいっぱいしてきてて、うん、でも一番最初にカラーなしでオレンジっぽくオレンジブラウンを入れたんですよ。うんうん、そしたら普通にめちゃくちゃ色が抜けて、うん、なんか抜きやすいのか、おなんかブリーチしたってくらい、うん、もう、あ、そういうことか。オレンジが入って、うん、髪質なのか。髪質だね。でも元々がでも絡みやすい。あ、そうですね。本当に絡まりやすくて、うん、色とかなんかやりたい色とかもあるの？赤みが出やすいので、うん、なんかピスタチオっぽい。ああ、なるほど。アッシュ系がやってみたいなと。へえー。でも元々でもそういう色じゃない？本当ですか？地毛が、うん。あんま赤みなくない？ないです。染めたら全部真っ赤になっ真っ赤っていうか。赤系になっちゃうの？赤系になっちゃって、そうなんですよ。へ、うん、えー。あとベージュっぽい色もやってみたいなって。うん、あ、ベージュっぽい色ね。ベージュっぽい色をやるんだったらブリーチになっちゃうよね。そうなんですよね。ね、ブリーチはしない方がいいもんね、だって。そうなんですよ。ね、絡みやすいのがまたね、さらにね。1週間前ぐらいやったの。
2週間前ぐらい、1週間半くらい前、そうだよね、はい、うん、まだ やりたてほやほやって感じ、ね、で焼いてますが初めてですか？初めてです。あ、うん、そうなんだ。すぐの形しか見たことなかった。はずが今日は多いねそう、ね、全部、うん、レイヤーもすごい可愛いなって思ってた、うん、レイヤーすっげー似合うと思うよ。本当ですか？うん、そう入れてみたくて、ずっと。欧米の人って前髪ない人は結構いい。多いですね。多いでしょ。私ももともとなかったんですけど、うん、あ、本当。安心感があって、安心感があって前髪があるとそうそうなんだ。うん、どんな安心感？なんか安心感ありません？守られてるぞみたいな。へえー、落ち着く。へえー、よし、じゃあちょっとこれ一旦パーマの準備お願いします。じゃあですね、M で見て、多分 H に移行すると思うんだけど、M で5分休みます。ちょっと待っててくださいね。はい、おお。少しね、両脇に長めにしてラウンドさせて、うん、こっちに今外に行ってるんだけど、これ内側に来ても全然、うんうん、あとはね、パーマの癖のまんま残してもらっても、はい、今っぽくてかっこいい。いいと思います。うん、よし、じゃじゃん、じゃん、後ろがね、うん、こういうちょっとふんわりした感じ、うんうん、ナチュラル、はい、ちょっと連絡ちょっとお願いします。